新潟県道526号、河地西山線は新潟県の糸井川市内を通る一般県道である。糸井川市南部の熱地,地区と一級河川姫川に並行する国道148号とを結ぶ。起点のある糸井川市南部の熱田谷は一級河川姫川の支流の一つである熱川流域に位置する。ここからネ川左岸の上山南部を横断して、 姫川本流に至る全区間の約66.2%は舗装されている。このうち約84.3%はアスファルトによる簡易舗装である。その一方、全区間の約33.8%にあたる 1.5833km は砂利道である。規格改良に関しては全体の 約84.1%に当たる 6.0125km イコール 6012.5m ではまだ改良されていない。福音はほぼ全区間が 5.5m 未満である。また 1.5860km は規格未改良かつ 3.5m 未満の福音の区間も存在している。歩道は 0.0041km 設置されている。糸井川市西山にて、 同子小岳方面を望む。ロープ中央には、148号へは出られません。糸井川市と米袋の裏に手書きで書かれた警告が垂れ下がっている。10月撮影糸井川市西山から、終点の大正行北詰めまでの 2.5km は、落石及び土砂崩れのため、1995年7月11日以降、終日通行止めとなっている。同子か町地内には、 国道148号への通り抜けができない旨の予告看板が設置されており、また東剣道の終点である国道148号と分岐する交点には通行止めの規制標識が取り付けられたバリケードが設置されている。終点。画像右は対象橋である。東剣道は画像左であるがバリケードが設置されており、通行止めとなっている。10月撮影。 ありがとうございます。